ちょっ、じゃあお疲れ様です。お疲れさん、今日何一人だけど。そうですね、佐々さんちょっと聞きたいことがありまして、うん、脱毛とかって興味あります？脱毛、はい、まあ興味あるっちゃあるで、でもなんか女の人のっていうイメージもあるけどな、時間かかりそうとかな。佐々さんやったこととか？やったことないよ。痛そうとかイメージあるけど、ヒゲとかもジャイアンツとかはヒゲ禁止って聞くけど、はい、ロッテは別にヒゲとか禁止じゃなかったし、なんか自由だったけどな。でもなんかじゃあ整いなさいみたいな感じだったよ。なんかもう不精ヒゲはダメですみたいな。あ、そういうのはあるんです、うん、毎日手入れとかされてるんですか？うん、それはだって入るやん。入らなかったらいいけどな。そうです、ね、実はですね、うん、サスさんにちょっと今日、うん、僕からプレゼントがありまして、おメンズクリアさんって知ってますか？あんま聞いたことない。聞いたことないですか、うん、そこにちょっと予約入れてるので。脱毛？はい、脱毛です。ヒゲ、いいで。一緒にちょっと行ってみませんか？行けんの？できるんだったらちょっと一回試してやってみたいな。ぜひ行きましょう。お、じゃあ行こうよ。何ですか？やってきましたよ、この日が。日頃の。はい。うっぷん溜まってるでしょ？うん。え、なに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 ？里崎さんにやり返そう！イエーイ！はい。今日実は、はい、サスさん、うん、もう一人のスタッフにメンズクリアさん、うん、ご存知ですか？ああ、脱毛サロンですよね。はい、うん、を招待されて行ってるんですよ。いいじゃないですか、うん、いいでしょ、うん、そこに袴田さん行ってもらって、はい、スタッフさんにやられてるところで、うん、横からちょっかいを出していこうという企画ですよ。めっちゃ面白いね。袴田さん、ヒゲに対するイメージどうなんですか？ヒゲ？あ、佐藤さん、ヒゲ脱毛するの？はい。あ、ヒゲか。私似合ってれば全然すごくいいなと思ってるんですけど、まあ、たまにこうあんまり綺麗に処理ができてない人っているじゃないですか、はいはい、あと反り負けしちゃって、あの傷ついちゃってる人とか、この辺もなんか切れちゃってる方とかもいるので、はいはい、なんかまあやっといた方が清潔感あって綺麗だなっていうのは、やるに越したことはないかなとは思いますね。まあ、僕男なんで、はい、僕側からすると毎日こう時間大変なんですよ。忘れたりするじゃないですか。大変そうですよね。で、なんかちょっとこうだけ伸びてるとか言って恥ずかしいことになる。そう、だから不精ヒゲとかね、なんかこう綺麗になってないんだったら絶対やっといた方がいいな。佐藤さんの行くってことですよね。ということはいいってことでしょ？え、めっちゃいいじゃないですか。で、その中で私がいたずらをしていいっていう。そういうことですよ。もうめっちゃナイスアイデアじゃないですか。とりあえずもう行ってみましょう。あ、行きますか。この後声かけましょう。はい。お母さん到着しました。ここです。脱毛の脱毛です。この3階のメンズクリアさん、はい、新宿西口店、はい、ここか。ここで予約取りました。お、いいね。しかも駅からめっちゃ近いやん。めっちゃ近いんです。来やすいしな。しかもここ全国80店舗ぐらいあるの。そうな、どこもあるじゃん。めちゃめちゃ多いんで、ああ、ぜひ行きましょう。行きましょう。綺麗な、めっちゃ綺麗ですな。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。よし、市長だと検温のお願いします。ありがとうございます。失礼します。しっかりしてます。はい、出てていいんですか？あ、すいません、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。安全です。カウンセリングルームご案内させていただきますね。で、こちら奥のお席をお借りください。ありがとうございます。完璧ですよ。どうぞどうぞ。では早速お部屋ご案内いたしますね。はい、よろしくお願いします。さあ、緊張しますか？緊張するね。初体験だからね。お部屋で設置させていただきます。はい、お願いします。現役以来な、こんなとこねんの。でもこれ誰やな、ヒゲ剃りとおさらばやな。はい、お待たせしました。あ、お願いします。お願いいたします。ではまず眩しくなりますので、目元アイキャップをつけていきますね、はい、失礼します。スタッフさんに代わってこれ持ってきました。筆と、ピンセット、ピンセット筆ね。顔をジェル塗る前に掃除してください。で、ピンセットで負担はありえないんですけど、お手の剣抜いていきましょう。できるんだ。
顔から手左に傾けていただいてよろしいですか。ありがとうございます。では最初にちょっとお顔のお掃除していきますね、はい、失礼します。くすぐったくないですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。次に首元から冷たいジェルにいきますね。失礼します。結構いきますね。あ、そうですね、ちょっとジェルをしっかり浸透させていただきますね。痛かったり大丈夫ですか。はい、大丈夫です。首元からシャシャしていきますね。失礼します。少しひんやりします。痛みとか大丈夫そうですか。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。続けていきます。これでももう今やってるんですか。あ、やってます。痛みとかほとんど感じないですよね。全く感じないです。あ、ありがとうございます。そう、痛みとかって結構熱を発するときに痛みって感じてしまうんですけど、はい、照射光の部分がマイナス4度まで下がるので、はい、それでその照射の時に痛みっていうのを軽減することができます。全く痛くないですね。痛くないですよね、はい、ただ冷たい。そうですよね、ちょっとひんやりするかなっていう感じですよね、はい、冷たいコテが動いてるだけですね、はい、本日はちょっとサービスで、はい、腕の脱毛も一緒にさせていただきたいなと思うので。いいですか。ちょっと僕結構僕結構毛深いですよね。あ、もう全然全然、今日も本当にやっていただきたいなと思うので、はい、本日サービスで一緒にさせていただきますね、はい、で、そのどうすればいいですか。お腹の部分で手組んでいただいてよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。鼻の下もジェル塗っていきますね。失礼します。ではあれなんですね、はい、痛いっすね。あ、痛いですか、はい、ありがとうございます。痛いっていうより気持ちいいっすね、冷たいんで。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。で、今度右側の口角膨らませていただいてよろしいですか。ありがとうございます。口角の部分3箇所照射していきます。反対側もお願いします。ありがとうございます。他のジェル取っていきますね。失礼します。あ、もう終わりですか。あ、もう終わりです、めちゃくちゃあっという間ですよね、うん、これでもうできてるんですよね。そうです、気配切りのやつとかめちゃくちゃ見ました。動画面白かったですか。面白かった。あれ面白かったですよね。めちゃくちゃ面白かったです。自分でやってて見てて面白かったですよ。めちゃくちゃ面白かったです。見てくれてるんですか。あ、はい、見てます。ありがとうございます。袴田さんがね、インチキしてインチキしてんのに負けてるんですよ。逆でしょ。目隠しだってね、やってる時は知らなかったですけど。いや、そうですよね、はい、お顔の汁しっかり浸透させていくために、うん、両手を握っていただいて、でそのままちょっとしばらくお待ちください。お疲れ様です。お疲れ様でした。何しょ。浜さん何やってんすか。気配切りのやつや。うん、ちょっと気配切りやりに来ました。やりに来たってどういうこと。いや、脱毛よこれ。はい、脱毛をしつつ、私もちょっと佐藤さんにいつもの恨みというか鬱憤晴らそうと思ってさったらえ、じゃもう仲間。はい、仲間です。え、ちょっと待って、どこまでが本物。ちゃんと施術はちゃんとやってますよ、本当にやってますよ、はい、でもね、気持ちよくねやっていただいて、はい、しかも私もバレずにちょっといたずらができたってことで、もう大満足ですね。これ大成功ですね。大成功ですね。で、気配切り最後に勝てたし。で、勝ててないよ。てってりー。はい、ということで、ドッキリ兼本当の施術もやってきましたけれども、はい、
ただただもうスッキリしたんじゃないですか。結構スッキリしたよ、うん、しかもなんかひんやりしたのがまた気持ちいいんだよ。あ、痛さ本当ないんですね。全くない。しかもすぐ終わりましたね。本当にね、ドッキリなんてなかったら最高だったのに、ね、いや、いたずらする時間短かったですもん、やっぱ早いんで。でもですよ、うん、気になるのはいくらなんだって話だって。いや、脱毛そうですよね。なんかすごい高そうなイメージある俺は。うん、私も脱毛はまあ経験者なので、うん、なんとなくこうありますね、うん、そういうイメージはね。ちなみにいくらですか。はい、一応今この動画を見てくださってる視聴者様限定のキャンペーンをちょっとご用意してまして。あるんですか。あります。さすが、はい、つざきチャンネル様をご覧になってる視聴者様限定で25,200円というふうにかかってくるんですけど、96% オフの。 96%? はい、オフ、はい、オフの税込み980円でさせていただいてます。え、いいんですか。はい、大丈夫です、はい、96% オフ、はい、なかなか聞いたことない。いや、聞いたこと、今私25,000円ぐらいじゃないですか、うん、半額ぐらいかなと思った。思ったっすね。もしくは19%とかね。あ、そうですね、うん、それが9%。各店舗30名限定でこの価格でさせていただいてます。え、結構ありますよね。ここの新宿西口店さんだけじゃなくて、はいはい、あ、じゃなくてですね、各店舗、店舗、はい、え、全国で80店舗以上あるので。え、80店舗以上あって、はい、各店舗30名限定、はい、試しでも行ってほしいですね。いや、そうですね、だって980円でしょ。うん、佐々木チャンネル概要欄に貼ってるんで、そこから入っていくといろんな店舗があるので、はい、自分が行きやすいところね、うん、これね、先ほども話になったんですけど、はい、お昼休みに行けます。そうですね、さあ仕事のね、うんうん、だから自分の仕事の店舗とかのね、近くに行ければ、はい、お昼ご飯食べてそのね、終わった後にちょろっとやったら、うん、はい、めちゃくちゃ効率いいですね。ひげ知らず、はい、わー最高ー、はい、ということですね。すいません、今回かかまわさんの無理言ってなんか付き合わせっててすいませんね。僕は全くそんなつもりなかったんですよ。断っていいんですよ。楽しかったです。楽しかったですか、はい、いやね、ドッキリね、大成功でしたね。はい、はい、佐藤さんもスッキリになって、はい、女性からね、なんかさらに素敵ってなりますよ、きっと。そうですね、ありがたいですね。ドッキリも大成功。じゃあもうみんなで最後、はい、大成功で締めましょうか。はい、そうしましょう。はい、じゃあ今日一日大成功、イエーイ。